こんにちは、速稼塾の久保でございます。 FX6 面目にしましてですね、もっともっと伝え方に、上手になっていかないといけないなってところと、私はねオリジナル手法を組み入れるんではなくって、あくまでもテクニカルに忠実にやっていきます。まあですんでね、考え方についていけないというか、その手法がわからないっていうことをできるだけ排除してるんですよ。伝統的に多くの方が、より多くの方が地域や時代を問わずに使われているテクニカルという手法ね、これを徹底的に使い込むことによって、より具体的にですね、で今回もですね、そのテクニカルの何を使ってそういうふうな仮説を立てているのかってこと、これを中心にお送りしたいと思うんですよね。まあよくね、FX のコンサルとかを受けると、そのコンサルの先生の独自の解釈じゃないとわからないものが結構あって、そのコンサルを外れると、途端に別のノウハウで他の先生が教えるってこともあると思うんですけども、私はそういうふうなね、先生によって、こう色のあるっていうかね、全然違う説を立てているっていうのはなるべく排除したいと思ってます。つまり私はテクニカルを正確に伝えるために私という人間を使ってるだけであって、私独自の解釈は用いないようにしてるわけなんですよね。まあですんで、勝率を高めていくことが誰でもできるというふうに思っております。もちろん一つには私の伝える力もありますし、受け取る方の解釈の力もありますんで、じゃあ100人中100人が勝てるかというと、これは約束できません。ただ順番に100人中徐々に100人全員が勝てるようにはなると思います。それはあくまでも私はテクニカルに忠実に皆様にお伝えしているからなんですよね。では今回は操作トップをテーマにお送りしたいと思います。はい、これがね操作トップの概念です。見たことありますよね。私の FX の基礎講座の中級編にはこの操作トップっていうのも出たと思いますけども、出てなかったらね改めてここで復習したいと思います。もうね中級編もねやったと思うんですけど、これもうずいぶん前のことなんで忘れちゃいました。ただお伝えはしてると思いますよ。はい、それで操作トップっていうのは、あの操作ボトムって言ってね、まあ全く真反対の考え方もできるんですけども、今回はそれを割愛して、高値圏で操作トップが出たら、これはトレンド転換のサインなんですよ。まあそういう傾向が今までのデータの中から FX のチャートのデータから圧倒的に多いので、こういう理屈ができたわけなんですけどもね。まあですんで、まあ10回中4対6ってよく言いますけども、これはですね、7割とか8割とか9割ぐらいの確率で高値圏でこの操作トップが出ると売りに転換しますんで、その前提として操作トップを覚えておかなくちゃいけないってことと、操作トップが見抜けるようにならなくちゃいけないんですよ。この二つについてですけども、今回も操作トップにもしかしたら気づいてらっしゃらない方、もしくは知らない方がいらっしゃったと思うんで、現在のね、この一週間前からの相場を確認しながら、これ操作トップに見えますよね。だからこれからはこうなる仮説が立ちやすいんですよってことをお伝えするわけなんですよ。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。実際に昨日のチャートです。はい、5月23日の19時半のチャートなんですけども、これ4時間なんですけども、どこに操作トップが出てるんですかって言ったらここなんですよね。ここにフワーンとお椀みたいなのがあって、で一旦上がった後で下がってるでしょ。でネックラインはここです。で今こうギザギザし始まってるところなんで、今後下の方に突き出ていく可能性があるんじゃないかなって考えてるわけですよね。じゃあ同じ時間の1時間見てみましょうか。はい、昨日の19時の1時間足ですけども、よりね操作トップがここに大きく出てるのに気づくと思います。こうなってネックラインから落ちてきて、ここでギザギザを書いてるわけですよ。ギザギザを、いいですか。このギザギザをちょっと印象に残しておいてもらいます。これをもう一回これ見ますよ。基本図を、このギザギザ、このギザギザがあるでしょ。でネックラインがここですよね。わかります？じゃあこの操作トップの解説と今現在のチャートをもとに、今日の時間軸、1日を見ていきます。1日を見ると、繰り返しますけども、ここがレンジで、ブレイクして、推進波をこういう風にね、N 字を作って上がっていったところで、ここから横ばいに入り、
ソーサートップがこの辺で出ている。高値圏でのソーサートップですから、下落の可能性がテクニカル的にはありますよね。まあここでまた介入とかね、なんか紛争とかね、ファンダメンタルが入ったらそれは諦めてください。テクニカルでは抵抗できないようなファンダメンタルは起きうりますから。だからロスカットラインの設定が大事なんですよ。テクニカルは絶対じゃなくて4対6とか、まあ、よくて9対1なんですよ。テクニカル 100% 勝ちってことはないんですよね。はい、じゃあ4時間を見てみます。4時間を見ると、ネックラインがこうあって、ソーサートップがこういう風に引かれてですね。で、ギザギザここにあるから、今かと下がるのを待ってる状況です。で、補助的に移動平均線見ますと、ここを頂点にガーンと落ちまくってるでしょ？ここまで上がってきたのに、落ちてるでしょ？それも補助的に確認してください。移動平均線基本的に私使いません。ちなみに私の移動平均線は5日、8日、13日です。参考にならないと思います。さあ、では、ソーサートップの1時間ですけども、ソーサートップのドームの半分がここにあってね、一旦組み上げて、グワーンと下に降りてるところにネックラインがこういう風に引かれます。で、今ギザギザを作ってるところですからね。だからこのネックラインの下側で勝負が行われてるでしょ。で、ソーサートップを作ってるのはこれの上型でしょ。より具体的にお伝えしたつもりですけども、ソーサートップの概念と今がソーサートップに当てはまってるってこと。これがピタッと一致しませんか。で、これから大きな下落が始まる予兆がしっかりと浮く病で出てますんで、月曜日はそれを確認して火曜日あたりからエントリーのポイントを探っていくよってことなんですよ。だから早ければ今日中に売りでエントリーすると思います。例えばこのネックライン終わった時に売りですよね。具体的でしょ。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、 FX オリガルヒのコンサルを実際にどういう風にするのかってことをお話して いきました。まあその一部です。まあ察しのいい方はお気づきだと思いますけども、だから今までの私のね、日々の相場解説もこのレベルでやってきて、さらに FX オリガルヒは分かりやすく分かりやすく分かりやすくでいこうかと思います。ですんで、一部の方には残念なお知らせですが、この日々やっている速稼塾の中の相場解説、ここまで丁寧にできなくなると思います。 FX オリガルヒのに比重を置けば、この速稼塾の中で紹介する FX の相場解説はここまで細かくはとてもねできないと思うんですよ。ですので、そこはね、FX オリガルヒの方を期待していただくのと同時に、あ、今までの速稼塾の中の FX の解説ではもう、自分はね、もっともっと FX に強くなりたいから、もう無理だなと思ったら、オリガルヒの方にぜひ移ってください。速稼塾ではいろんなテーマを扱ってきました。これからも、速稼塾のメインのテーマとしては、YouTube を使っていこうよっていうのと、情報発信によるコンテンツ販売を主に置くと思います。でも FX ってのは全く別のことをやりますんで。ですんで FX を専門的に学んでいって、そしてそれによってね、自分の人生の収益、いわゆる最近で言うとファイヤーでしょ？お金をガツッと稼いで、それを軸に新しい生活を お勤めすることなく迎えたい方とかね。あと副業で FX で毎月5万とか10万とか20万とか30万とか、その金額はバラバラですけども、まあ、とりあえず FX で必ずプラスになる。もしくは高い確率で毎月プラスになるってことを前提に副収入にしたい方は、こちらも FX オリガルヒので学んでいただければと思います。FX オリガルヒは、今週中にね、プロモーション、販売、その他のご案内をお送りしますけども、今日はちょっとね、味見をしていただくっていう意味で、お届けしました。今までも何回もこういう説明をしたと思いますけども、こういう細かさでやっていきますんでね。ですから、テクニカルが身につくこと、なんか浮き合いでしょ、なかなかいいでしょ、うん、こういう風にね、今どのフォーメーションを使ってるのか、テクニカルのどの部分を使ってるのかってことを解説しながら、 FX オリガルヒはコンサルを進めていこうかと思います。はい、くどいようですけども、以上のようになります。引き続きよろしくお願いします。